から可愛い。そうシャツが、いやこういうやつよ。こういうね、これすごくないですか。ここがこうなってる。あのさ、あれで着てたやつだよ。こんにちは。髪の毛めっちゃ伸びたくないですか。なんかこちゃんやっほーやっほー。そう、ありがとうございます。そう、可愛いでしょ。さくらんぼやって、あのさほら、さくらんぼのやつ。こんにちは、こんにちは、ありがとうございますありがとうございます。そう、さくらんぼかわいいでしょ。こんにちは、ありがとうございます。そう、この間劇場で着てたやつ見たでしょ。さくらんぼありがとうございます。そう、ジンベエザメはいるよ。あとはチクワッチもいます。はい、ありがとうございます。でしょ。そう、さくらんぼ着てんの今日。5時45分ってえ、5時45分って書いたの私。15時だよえ、やば、ほんとだ、ごめん、間違えました。メール5時15時でした。え、やば、え、めちゃめちゃさ間違えた。かわいい10個ありがとうございます。間違えてた、15時です。え、ごめん。そうえ、そうよ、こっちはもうよし言うこと分かってるかよし。そう、こんにちは。配信やり直しですか。やり直しません。私はこの時間にやりたかったから。そう、5時45分も待ってるね無理無理。え、今日はえ、なんか日食みたいな、日食ってことを教えてもらいました。こんにちは。そう、そうよ、油断はいけんよ。タコありがとうございます。ね、日食って何。日食、金環日食ですか。こんにちは、ありがとうございます。ほう、ありがとうございます。そう、曇ってるし見えんかなって思います。見えると思いますか。岐阜晴れてないわえ、そっか、晴れてないと見れんか。オーマイガー、オーマイガーって感じ。ありがとうございます。部分日食、部分日食なんだ、分からん。そう、昨日はありがとうございました昨日の、あ、昨日ありがとうございましたってまだやん、まだ放送。え、めっちゃさ生配信感覚でいたけどさ、昨日ありがとうございましたじゃないわ、間違えたわそう、ゼロポジの収録をしてきました。イエーイ、楽しみです。放送を楽しみにしていてください。7月からです、7月からです、放送です。コナちゃんこんにちは、こんにちは。牛首くんまだもらえないの、それなどこ。ありがとう、あ、なに、ありがとうっていうギフト、ありがとうございます。え、ありがとうって書いてあるし、わかりません、まだ放送はしていません。そうです、爪痕、え、なんかね、爪痕残すぞポーズ、はっはっ、押した、ありがとうございます。こんにちは。そう、昨日は楽しかった。え、なんかさ送るわ写真、なんか写真を送りたいと思います。昨日はピンクの服でした。見ましたか。ありがとう、何これ、なんだこりゃ、このギフトありがとうございます。ありがとうギフトと、なんだんだこれ、なんか謎のギフトありがとうございます。父の日のギフトありがとうございます。
イエイ。ツインテールかわいい、ありがとうございます。そう、カタタタ期限カタタタ期限、爪痕残したまま頑張ったのでぜひ見てください。ありがとうございます。皆さんこんにちは、こんにちは。ツイッターで見た、ありがとう。そう、ツイッターのやつに多分載ってると思われる。すごい可愛い、ね、ピンクだったから嬉しかった。ピンクの服だった。ココちゃんはどうよ、ちょっとピンクっぽい人になってきたそう、ピンクの服だったので嬉しかった。え、メール送れない、その服の。そう、ありがとう。ココナスにありがとうございます。ココちゃん白のイメージ、嘘そう、ピンクの服だったの。そう、たくさんね写真を撮りました。なので送りたいんだけど、なんかどのタイミングで。もうルンルンだったよ、ココちゃんは。見てよ、送ります。やっぱりメールで。先輩と写真撮った、撮りました、撮りましたって言ってもそんな撮ってないか。撮りましたね、はい。あ、撮ってないです。あ、撮りましたね、2人ぐらいありがとうございます。あ、ギフトありがとう、父の日のギフトありがとうございます。そう、はい、はい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 。五条にうなぎ食べに行ってきました。いいねいいね。で、誰と写真撮ったと思いますか。内緒です。初めて撮った人がいます。ありがとう、ハントありがとうございます。今日さ、めっちゃハキハキ喋ってるやろ。どうよどうよ。昨日ひで牛食べてきました。いいな、ひで牛。え、私はあれは何、サムギョプサル、キャムギョプサルみたいな食べましたね、ひめたんと。それぐらいです、はいそれの肉がまだ食べたい。なんであれを食べれたのかというと、お腹が空いていたからです。そう、はじめまして、違うよ肉嫌いじゃないの。そう、肉はね嫌いなんよね。なのに食べれた、美味しかった。葉っぱと食べるんだよ。ありがとうございます。そう、二度寝したので、めっちゃ。そう、昨日朝早かったやん、意外に。ありがとう、サムギョプサル、サムギョプサルを食べました。美味しかったです。そうね、ナルピーさんの配信見なきゃ。葉っぱは30。へえ、わかんない、全然わかんないよね。え、遅れました、ごめんね。ココちゃんが時間を間違えたの、きっと。初めて。いや、出演してる人で、です。ありがとう、カタタタ期間ありがとうございます。こんにちは。そう、誰でしょうか。え、ヒントは、もう見せるね。ヒントは、赤い服。赤い服です。あ、そう、あ、2人ともさ、私3人撮ったわ、ごめんなさい。はい、撮りましたね、3人と。で、あうみさんめっちゃ可愛かった昨日。あうみさんの服はそう、面白かった。ありがとうございます。私は16歳です。岐阜の先輩、そう、ルカさんとも撮ったよ。ルカさんと撮りました、写真を。ルカさんと撮りました、可愛いです、可愛いの見て。ルカさんと撮りました。そう、てかナルピーさんに会いたいんですけど。私、ナルピーさんはどこ。こんにちは、バナナ蒸しパン作ってたら遅刻しました、可愛い、ありがとうございます。いないよ、クマいないよ。コちゃんこんにちは、こんにちは。そうです。あ、かゆかゆ。
熊さんはいないよ。そう、ルカさんは初めて撮ってないよ。私はルカさんとはたくさんってわけじゃないね。そう、撮ったことあります。なんか可愛かった。可愛い10個ありがとうございます。そうそうそう。ナルピーちゃん結婚相手の条件について話した。ナルピーちゃんには、私ナルピーちゃんには結婚しようって言ってんだけど、日々日々なんかね、すごいね、ナルピーさんには結婚しちゃダメって。私と結婚しようって言ってるんだけど、あ、はい全部あ、はいみたいな、あ、はいって言われます。そう、そうなんよね。そう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 、ナヨピーさんツンデレやから。そう、なんかね、結婚しちゃダメと言ってるんだけど。ナヨピーちゃんお寿司が嫌いなの？ナヨピーちゃん嘘でしょ。そう、あれあら、あらららら、こんにちは。何、お寿司好きと残業ありの、あ、お寿司好きと残業ありがダメなんですか？なるほど。お寿司好き？なんでダメなの？なんでダメなんだ？お寿司、そんなにお寿司嫌いだったのね、ナルピーさん。知らなかった。この間1分くらい会ったって。そうだよ。ナルピーちゃんと1分くらい会いました。でもナルピーちゃんなんて言ってるんだけど、許される？これ。え、ナルピーちゃんって呼んでます。イエーイ。怒られます。怒られんよ、絶対。ナルピーちゃん怒んないもん。ありがとうございます。そう、ツインテールしてますよ。そう、だだ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 、何、回転寿司、回転寿司って何、回転寿司って何ですか。ありがとうございます。私も回転します。年賀ありがとうございます。そう、ナルピーちゃん呼びは内首かな。違うよ。え、だってたまにさ、ちょっとナルピーさんがちょっと面白いこと言ってると、ちょっとナルピーって言っちゃうの。え、でもナルピーさんね、そういうのスルーだから。ナルピーちゃん、ナルピーさん好きです。こんにちは。ココナちゃん元気？いや元気よ。普段怒らない人は怒ると怖いよ。ナルピーさん怒んないもん。尊い10個ありがとうございます。怒るの？ナルピーさんって怒るんですか？泣いちゃうんですけど。やだやだ、ピーちゃん怒んないでください。そう、ナルピーさんは、そう、心が広い。そう、ふん、心が広い。そういや、心が広いということですね。とっとい、ありがとう。なんか電車乗りたいんよね。そう、姫たんに会いたいし。だるま、ありがとうございます。え、ナルピーさん怒らんよ。え、怒るんですか？ありがとうございます。え、ココナさん家の方ではカエルは泣いてるよ。え、なんかうるさい、うるさい。でもさ、カエルの声ってドア閉めると、窓を閉めるとさ、あんま聞こえなくなる。ありがとうございます。ナイアンは、ナイアンはナイアン怒るけど、ココナには怒ったことないと思う。そう、なんかそのさ、なんかナイアンにその注意されても直さなかったりしたら怒られるけど、そう、直さない人が悪いんよね。ありがとうございます。15分経過しました。ありがとうございます。今日は93日目です。イエイ。93、ありがとうございます。なんか今日ありがとうございますばっかり言ってる。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、あ、ありがとうございます。あ、タコありがとう。そう、ありがとう、ギフトありがとうございます。そう、今日はありがとうございます。
ありがとうございますしか言わない人ですか。ありがとうございます。あと1週間ひゃーって感じ。パチパチもいっぱいありがとう、ありがとうございます。そうそうです。何タン姫姫たん、タン姫って何、姫たんでしょ。えありがとう、毎日アイドルおめでとう、ありがとうございます。そうおめでとう、ありがとうございます。ナヤンの布団で拭いた時も怒ってなかった。え、なんか本当にナヤンちゃんね、怒るとね、私見たことあるもん。バラありがとうございます。なんか違うんよね、あれは本気の怒りじゃないかな。ありがとう。ね、ナルピーちゃんの配信見よう。ナルピーちゃん、ナルピーちゃんだ。そう、ありがとう。てんてんてん、ね、ナルピーちゃんずっと配信してるんだね、かわいいねえ、 LINE 無視してるでしょナルピーちゃん。ねえねえ、ナルピーさんに今無視されてるから。ハートありがとうございます。そう、私は無視されてます。だだだだだだだ、 LINE を返せと言ってください。既読数未読だよ、ありがとう。無視ピー、ダメダメ。そう、ナルピーさんにココナちゃんがナルピーちゃん呼びしてるよってコメントしてきます。やめてー、え、いいよありがとう、未読だよそう、気がついてないだけ、もちょっと気がついてそう。ありがとうございます。ナルピーさんのサイリウムどうして受け継ぐことになったの。え、コナさんが欲しいですって言ったからなんかナルピーさんのね、なんかココナさんがまだ恥ずかしがってたの。なんかあんまりナルピーさんとなんかそこまでなんか親しくなかった時に、ナルピーさんサイリウムくださいって言ったら、なんか軽くいいよってありがとうございます。ナルピーさん本当にめっちゃ優しい、優しいです、くれました。配信に夢中かも。どういうこと？トトありがとうございます。そう、ありがとう。ええ話なのそう、ナイピーさんそこから仲良くなったの。え、なんかコナさんとお話ししてたら仲良くなった、てかなんか LINE してたら仲良くなったありがとうございます。そう、初見です、ありがとうございますそう、ナルピーさんとコナさんのやりとりは可愛いね、ありがとう。そう、可愛いの、そのタイミングで交渉できたのは何気にすごい。確かに、そう、なんか三本持ちってなんか疲れちゃうじゃないですか。だから本当に嬉しいですそう、なんかね、ユチとキャノンティーの見分けつかんのよ私、サイリウムにとって。だからちょっとそう嬉しいです、とても嬉しいです、嬉しいです。ねえねえ待って、今ナルピーちゃんの配信開いてるんだけど、ね、コナさんがさ LINE さ読んでくれないって言ってたことさバラすんでしょ。ありがとう。え、2本と3本ってそんなに違うんだ、すごい。私はサイリウムを持ったことがありません。サイリウム持ったことないの、どんな感じですか。あーナルピーさんから返事が
さんが来た。めっちゃ面白いじゃん。確かに。そう。大富豪ではそうたくさん振ってるけど、配信は配信やないわ。あの本物を振ったことがない。いいね、ありがとうございます。そう、何ココナッツタイ、え、ね、何、え、ココナッツタイとは。可愛いですね、ありがとう。そう、面白いな、ココナッツタイ。めっちゃ可愛い、なんかキュートって感じ。キュート、ココナッツタイはなんかココナッツです。音符10個ありがとうございます。そう、コちゃんのファンはココナッツ隊なんですか。初めて知りました。ココナッツ、ココナッツ、そう、ココナルピー、ココナルピー、すごいかわいい、ありがとう。はじめまして、初見さんありがとうございます。イエイ、ぜひフォローよろしくお願いします。初見さんはそう、だるまいっぱいありがとうございます。10個、50個ぐらい。え、ココナッツって聞いたことない。そうよ。いや、ココちゃん公認じゃないよ。私は分かんない。そう、ココナッツ隊の入隊資格の、何、もう難しいからやめて。そう、ココナルピー、ココナルピーって呼んで。じゃあココちゃんとナルピーさん一緒にいたら、ほっぺやわらかそう。そうですね、まあやわらかいです。そう、100日配信どうしよう、なんか決めてないよ全然。ありがとうございます。今何分配信してるかというと、もうすぐ30分が経とうとしています。どう？そう、可愛い服着る、可愛い服は着るんだけど、ちょっとあんまりまだ何も決めてなくて焦る。わね、来週の日曜日は K2 公演もあるね。そうなんや、そうだったね。どうしよう、じゃあ早め、日曜日は早めに配信をしたいと思います。早めに配信します。そう。何、美味しそうな顔、食べますか。ありがとう、はい、早めにします。朝5時、5時はやばいけど、もう5時はやばいです。ありがとう。K2 公演楽しみ、こんにちは。 K2 公演めっちゃ楽しみです。見まーす。朝の5時は早いね。ほっぺギリギリまで伸ばしてください。うん、この辺ですね。そう、ありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です。そう、ハートありがとうございます。フグみたいね。フグってこっちじゃない？フグの顔。ありがとうございます、こんにちは。そう、こんにちはです。今日は93
3日配信かわいい、ありがとうございます。今日の配信は夜もできたらしたいな。え、夜さ、え、なんかさすがにそれはもうあれか、9時ですか。あ、かわいい、めっちゃありがとう、かわいい、めっちゃありがとうございます。夜はうん、できないか。やっぱりフグ食べたことある？ない、ないですね。ありがとう。夜は大富豪配信ですか。大富豪最近毎日してるんだけど、私、みんな全然してなくないですか。夜楽しみ、ありがとう。またでもしない確率もあります。しないこともあるし、することもありますので、よろしくお願いします。そう、会えない、そう、大富豪は会えません。みんなしたら、ごめん、ごめんなさい、そう、ごめんね。そう、豆で教えます。フグは深読みは、そうだね、そう、星いっぱいあるの、どういうこと、星ハートじゃなくて。こちゃん好きピオ、ありがとうございます。今日父の日だけど、なんかした夜ご飯を作ります。多分そう、パパハートだった、欲しいって、かわいい。配信だ、配信、配信ですね。大富豪は終わらない、 SKE48 の大富豪は終わらない、尊い、ありがとうございます。コナさんは大富豪です。ここちゃん推しはじゃあすごいんだ。だってさ、なんか25位、ありがとう、25位ありがとうございます。頑張ってください。パパンありがとう、トトイもありがとうございます。アイコン、ココちゃん全然アイコンは無理だよ、アイコンは無理に等しいです。私は思ってないもん、一個も。トトイありがとうございます。アイコンは無理だよ、そう、アイコンは無理です。でもさ、なんかアイコンは全然持ってないもん、こんだけ、こんだけしか持ってない、あれ、こんだけじゃなかった、こんだけだった、こんだけ。ね、多いかな、嘘や。全然アイコン引かないよ。でもこないださ3個アイコン出たんだよね。そう、こんにちは、ありがとう、いっぱいある、ほんと。でもね、カードもね、あんまり持ってない。今私のデッキ弱い、これ。え、ココナさん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 って感じ。そう、なんかさ、今研究生、研究ピックアップガチャ、ピックアップガチャなんて可愛いね。コちゃんのカードで一番好きなものは無意識です。あ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ナルピーちゃん、ナルピーちゃんのアイコン持ってる。そう、無意識は一番強いカード出なくて、すごい悲しかった思い出があります。だからこれしか持ってないの、これしか持ってない。ありがとう、ハントいっぱいありがとうございます。そう、かわいい、かわいい、なんかかわいい。この衣装誰だったっけ、忘れちゃった。なんか衣装めっちゃ名前見ちゃう。こんにちは、すごい、めっちゃいいね、ありがとう、大富豪のいいね。メシカ踊れますか、ちょっと踊れます。はあ、踊れるよ、てか踊れるわ。おつまこカード、おつまこはね持ってる、
めっちゃ持ってるおつまこ。うんうん。そう、おつまこのあ、おつまこも意識、一番欲しかったやつをさ、おつまこのカード持ってるんよ。許せん、許せんよ、許せんよ。なんでですか大橋まこ、いたね、ほら、おつまこもさ、持ってんの。悔しい、すごい。はなちゃんの次、かわいいですか、ありがとう、かわいいね、いいねしてよ、ありがとう、いいね、ありがとうございます。え、なんかさ、もうカードないと思った。え、髪の毛伸びた、ありがとうございます。可愛いからおつまくカード欲しいです。いいですよ、マジあげたいレベル。え、なんかコーナーさんは自分のカードをさセットしてるからさ、欲しい人にあげれたらいいのにね、カードって。なんかトレード、トレード、トレードしよう、コーちゃんの無意識とトレードしたい。え、見てください、おつまこカード見て、いいになりました、いいです、いいになりました。え、みんな何になりましたか。そう、もう A ですか、 A AS、 S、 これ最高、何最高、 A、 すごいな、最高何、 S とかD、B、すげえ、みんなめっちゃ大富豪しとるやん、すごいな、すごいです、素晴らしい、とってもとってもとっても、レンガありがとうございます。 ABC、 めっちゃ大富豪してたらさ、なれるのかな、 A とか。あ、肩たたき券、肩たた、肩たたた、肩たたき券ありがとうございます。まだ C、 すごいじゃん。え、今ね、え、ってかもうすぐだよ、もうすぐ日食です。見えません、絶対見えんのやけど、家から見えませんね、めっちゃ曇ってるもんだって。え、体操ズボンやから、ちょっと見んで、ちょっと見んといて、絶対ね、見えませんね。え、こんなん絶対見えんじゃん、曇ってるわ、ドーン、そう曇ってます、そう曇ってます、有権は多分見えません。体操ズボン、そう体操ズボンお気に入りやね、大好き、そう、日食見れないけど体操ズボン見れた、え、天才でしょ。こんにちは、ありがとうございます。直接太陽見ちゃダメよ、え、それは大丈夫、それは全然大丈夫です。目がさ太陽になっちゃう。ありがとう。ストレッチとかしてる？ストレッチ体感してる、こうやつ太陽、え、もうさ日食始まっとるの？早い、始まってんのか、早いな。ありがとう、こんにちは。あ、なんとか間に合ったかな、間に合ってるよ、ありがとう。サクランボの服お気に入り、そう、もうでもいちごとかサクランボとかも最近お気に入りがいっぱいって感じ。こちゃんが僕にとっての太陽です。嘘だろ、ありがとうございます。太陽とナーヤンは直接見ちゃダメ。え、なんでナーヤンダメなの。太陽見るとくしゃみ出ない、出ませんよ、出ないです、太陽は見ません。こんにちは、そう、え、15時過ぎ、じゃあ15時に配信終わります。日食見るね、え、可愛くない、曇りの中さ見ちゃう、そう、私はナイアンを見ます。ありがとう、
15時に見ます。写真撮ってもまめに送ってね見えたらね。肩たたき券3個ありがとうございます。そう、東京も見えん。え、じゃあどこなら見れるんですか。どこなら見えるんですか。どこだろう、どこが見えるかさ調べてみよう。なんかどこだ、上の方、なんか上の方じゃない、なんか日本があるやん、ここらへんなんか上の方、上の方ですね。インドインド、インド、それはさ弱くないですか。沖縄、沖縄は見えるんだ、なるほど。そう、はははは、下じゃね。え、なんかさ上、なんかさ何、なんかそういう上じゃなくて、なんかこう、こう、こっちのさ、こう見てこっちの方こっちじゃなくて、こっちの上じゃなくてこっちの上みたいな方が見えそうじゃない。え、ぽくない。ぽくないですか。そんなことはない。え、すごいすごいすごい、なにこれ。え、なんか怖い怖い。えね、次に日食が、次に日食が見られる日は2023年の4月の20日です。え、2023年だって。へえー、そんなんだ、そんなもん、そんなにさ先だね、結構先、3年ぐらい先です。ココちゃん19歳、ココちゃんが19歳生きてるかな、やめてくれやめてくれよ。その次が2030年だってめっちゃ先なんだけど、もう私はすごい2030年、もう10年後だよ、10年後。26歳になってます。次の次のは26歳です。そう、でなんでここに書いてあるよ、次に日食が見られるのはって書いてあります。そうあっという間少女、そう、あっという間に少女は大人びて少し薄暗い道走って、やめてよみんなこんにちは。そう、26歳になったら私は何してるか分かりません。頑張ります。そう、音符ありがとうございます。ねえ、ナッピーさん、ナッピーさんって言っちゃった口癖で。ねえ、26歳のココちゃん大人になってます。え、なんか大人になってますね。ハイト、ありがとうございます。そう、そうです、そうです、そうです、そうなんよね。ダララダララダラララン、パパン、こんにちは。ダララン、ダララン、ダラララン、タタン、タララン、タララン、タタタタン、タタンタン。そうだよ、その頃にはもうちくわっちゃ紙になります。もうちりちりと紙になって、もう潰れていますね。ちくわっちも年老いて10年後も可愛くいてほしいです。紙となるって最高、紙となります。はい、おー、そう、てかなんか里加穂さん、里加穂さんのお布団みたいな、なんか里加穂さんのさなんか写真、なんかあのツイッターに載ってたやつ、一番新しいやつか分かんないんだけど、
それがココナさんの部屋と似すぎてびっくりしちゃった。なんかちくわっち第二世みたいなのがいるの。ちょっとめっちゃ気になる。ココナさんの部屋と似すぎてココナさんの部屋にいるんじゃないかって思っちゃった。こんにちは。そう、お布団が同じなの。え、びっくりしちゃったんだけど。え、ちくわっち2世だよねこれ。この端にいる人。そう、絶対にちくわっち2世なの。本当にこれは信じて。でも布団も似てるしびっくりしちゃった。そうだだ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 。早く見て。見た、見ましたか。そうでもちくわっちの色が違うの、ココちゃん的には。ちょっとこれなんだけど、これちくわっち2世だよね。これは、そう、これちくわっちでしょ絶対びっくり。そうよね、これはちくわっち2世ですよね。そう、生き別れのね、そういるんよね。そう、こんにちは。しかもお布団同じだしね。そうびっくり。これ絶対お布団だよ。そう、ココちゃんのねお布団もこれなの、ほら。で、スットカワさん同じ。これニトリじゃない？これニトリかな、わかんない。そう、スットカワさんに聞いてみます。そう、え、やばくないですかそう、同じです。ありがとうございます。ちくわっちゃちくわっちゃもいるし、もうそれはもうコナさんも似てますね。そう、ありがとうございます。そう、間に合った、ありがとう。5時までします。ダララララララ。クロワッサンチかな、確かにクロワッサンチだ。クロワッサンチですね、あちらの多分このこいつはクロワッサンチクロワッサンチ茶色だしね。え、めっちゃ確かに。ちくわっちだよ。そう、そう、クロワッサンチとちくわっちは兄弟なの。なのでよろしくお願いします。ね、ちくわっちかわいいだろ。え、黒と茶色の2種類がいたんだ。へえ、じゃああっちはもう1種類の方だ。そう、坂尾さんはすごく優しい、めっちゃ優しいです。うん、なんかね、ココナって呼んでくれるしペラペラだよ今日も。え、でもなんかちょっと、え、ほんとなんか下っ腹が出てきて、なんか多分ね、下っ腹が出てきましたね。あの、ちょっとなんでだよ、なんでだ、なんでだちくわっちのファンです。え、ココちゃんは、ココちゃんはもういいんですか。じゃあダメだよ。ありがとうございますやめないわ、ダメだよ、やめて。ちょっと面白い。そう親父っち、ダメでしょそんなこと。ちくわっちです。そう、そうですよダメだってねえ、謎のさ、ネーミングセンスじゃん、最高。そう、ありがとうそう、かわいいじゃん。でもかわいいから許して。
初見です、ありがとうございます、ぜひフォローよろしくお願いします。そうちくわち、ほんとこの家に来てまだね、もう1年ぐらいしか撮ってません。1年ですね。そう、え、1年だからやめてよ1年目まだ1歳なんで、よろしくお願いします。そう1年でペラペラか。え、でもみんなどうなの、みんなさペラペラじゃないの。そうペラペラでもかわいそうでしょ。ブラボーありがとう。そう薄くない、枕にしないでしょみんな、本当に枕にしてんだよね、こうやってしてこのままこうやってね。そうこんにちは、ダダダラララララぬいぐるみかわいいから大好き、早く鈴木打ち首が届いてほしいです。早く大人になってください、大人になってください、大人になってくださいってどういうことや。はい、他の子はいますか。こいつがいます、これはジンベエザメです。ショールームのクマは来ません。なんで悲しい、ショールームのクマさんが来ないのでとても悲しいです、悲しいです。そう事務所にあるのかな、連絡来ません。ジンベエザメは枕にしないの、なんかこれ枕にできんくない、なんかさ、どこで寝ればいいんだみたいな。でもこれは安定感あるんよ、このお腹の安定感見て、わかりますかね、これは枕じゃない、安定感的に枕なの。そうそうだよ、ショールームのクマはそうなんよね、お腹の安定感すごいでしょ。整形軸は事務所に行くともらえるって大橋まこが言ってました。まこ、え、2回も行ってんだけど、私2回も行ってるけどまだもらえません。はい、じゃあなんかそのもらった人たち連絡来てるって言ってたよ。でもコナさんたちね、え、ココナ来てないんだが、そう事務所めっちゃ行ってんだけど、昨日も行ったわそうなのに私は逃げられてますね。そう来ません。今度また行ったらおつまこにも会えんか、でもそう聞いてみる、次行ったら。そうなんでおつまこそれ知ってんの怖い怖い怖いよ。そうそうかもね、一気に渡せんかも。そうマスク、てかマスクは届きました、私も大事にしてる。おつまこ少し髪切ったまこ、え、そうなんだ、かわいい。じゃあココナが言ったんよ、おつまこ髪短い方が好きって言ったら、え、てかもう切るみたいな、切るって言いましたね。おつまこさ、あの生誕祭ぐらいの時が好きなの、なんか子供って感じさ。いやそうダンボール入ってた、怖い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 よ、おつまこさんとても怖いです。はい、ココちゃん伸ばしてるの、めっちゃ伸ばしてる、てかめっちゃ伸びたんだけど、伸ばしてます、このぐらい。そう少ししか切ってない、何喋り方何怖い怖い、ほんの少ししか切ってない、まこまこまこ
昨日思ったんだよね、髪の毛伸びたって。箱入り娘って何？むこちゃんいつも髪型同じのイメージ。そうなんかな。昔の DMM 見てたら悩んショートだった。なんか悩んの昔めっちゃあれじゃない、なんかすごい綺麗な感じ。そう、末永さんみたいに伸ばさんよ。なんか末永さんよりはちょっと短いぐらいがいい。でも末永さんめっちゃ髪の毛綺麗ですよね。めっちゃ綺麗よーって感じ。もう一回ラジオしたい末永さんと。こんにちは。そう、末永さんはもう一度ラジオしたいです。ナルピーさんともしたい。とってもなになになに、ここヌンチャクって何それ、なんだっけ、はっはっみたいなやつな。そう、末永さんと会って、会ってません。10個バラありがとうございます。5時45分じゃなかった、15時と間違えました、ごめんなさい。とってもなんか朝配信やっぱしたいなって思ってる。明日朝配信にしようかな。朝配信したいです。よくねんさ、髪の毛長いからか。なるほどね。ということで、もうすぐ私はショールームを始めて1時間になるので終わりたいと思います。もうすぐ5時なので終わりたいと思います。明日は5時57分いいよ。じゃあ5時57分ね、明日。ということで、ぜひフォローしてない人はフォローしてください。そう、明日は学校だよ。学校だけど朝で見れたら見てください。はい、ということでランキング読みたいと思います。ランキング13位、あ、57位か、読みます。57位ありがとうございます。13位ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位もありがとうございます。1位ありがとうございます。朝できないの明日。嘘でしょ、明日の朝できないんですか。今からいいから頑張ってください。明日の朝ショールーム止まるよ。マジか、じゃあ夜にします。朝はできないそうです。ということで、朝はできませんでした。さようなら。今日もありがとうございました。もう今日も夜多分できないと思うんですけど、できたらするね。ということで、バイバーイ、バイバーイ。